皆さんどうもピーマンドウエスというわけで、今回俺と巨人の30年物語実況148回目になりますぞい。今回はですね、中日3連戦をプレイしていくのでね、今季の対戦成績は5勝4敗、なかなかね中日に勝てない、もっともっとボコボコにしないとダメなんだけどね、なかなか勝ててないので、まあ、この3連戦では当然勝つ。ここ最近のカードはひどいからね、現在2戦連続負け越しかなのカードですね。はい、広島戦負け越しんで、横浜戦3立てで負け越しだけじゃなくて5連敗、最近の試合勝利してないからね、勝たないと。現在なんとか順位1位ですけども、この結果次第じゃ落ちることになる。で、今回もなりきりプレイでやっていきます。前回ね打撃の方でプレイしたので、今回は投げる方でね投手をプレイしていきますので、1戦目の先発は涌井さん。君に決めたなら君を操作するよ。行くぞ、涌井さん。今季の成績はどんな感じ？防御率は 2.41。さすがだね。FA で取った価値があるよ。これだよ。俺が欲しかったのはこの涌井さん。もう開幕してから数試合の涌井さんじゃない。あの頃は全く勝てなかったからね。何しにお前巨人に来たんだってもうそろそろ言いそうになってたわ。言わなくて正解だったね。来てくれてありがとう。よし。行くで。ロッテファンは後悔してるんじゃないかな。この涌井を止めれなかったことをね。もううちの巨人がもらいましたからね、これは。行くでー。1番ビシエド、なんだこの打線。リードオフマンビシエド、どんな起用法だよお前。ちょっと変な笑いが出たね今。アイアウト。じゃこれ4番誰なの？3番大島。いや、3番にビシエド置いたらいいんじゃね。1番大島じゃダメなの？よ、あ、陽大官がいるのか。いや、それでも使う理由ねえよ、1番でよ。意味不明な組み方やめろや。いや、陽を3番にしたら問題解決じゃない？ほんで大島とね、ビシエドの打順変えたらね、もうハッピーエンドじゃないですか。はい、2アウト。あ、3アウトね。いや、よう分からんわ。分かりません、僕には。まあでも相手がそういうプレーをしてくるのなら俺は黙って笑っておきましょう。ちょっと待って、これ二度しててちょっとめんどくさいんでね、毎回。たまには二度しててじゃない方法でやっていきましょう。投球方法ですね。これどこで変えてたっけ？どこだ？あれ？これ試合中変えれないパターン？どっかで変えれたはずなんだけど、あ、これですね。これをマニュアルにしましょう。な、もう一回押すだけでいいですから。第2球。うん。投げた。打ちました。一塁線切れました。ファール。第3球は。あー、高く浮いちゃった。二度押しだったらね、自分の手でこうやってコントロールを、なんていうの？うまく扱うことはできるんだけどね、こう一度押しててはもうその選手のコントロールが存分に出るからね。コントロールの悪い選手だったらもうまともストライクゾーンに球いかないから。また流されて左中間。いきなり失点のピンチ。操作方法を変えただけでこんなすぐピンチになるか。この打球の間に1点かな。だね。うわー、援護くれたのに。まだでもあと1点あるからね、その1点を守り抜こう。アウトローを見送ってストライク。投げました。カーブ見送ってストライク。投げました。アウトローを決まった。うわ、ボール判定かい。これはわずかに外れています。カウントは低く。どうだ、ホームはいかない。よしよしよし。ほんでここでピッチャーの病ですから。いや、油断ならんな。2割1分4厘、結構打ってるわ。イエス。これで追い込みました。投げました。ボール、ちょっと厳しくない？まあ三振だけどね、結果的には。超ようわからん。審判が中日寄りな気がするぞ。で、リードオフマンビシエド。逆になんか怖えわ。イニングの始まりがビシエドだったらね、この起用法案外合ってるかもね。一瞬バカかなとは思ったけど、バカじゃなかったかもしれない。賢いのかもしれない。うわ、取れよ。 なんでそんな打球の追い方下手くそすぎるだろお前、小学生か。今のはシングルでいいんだよ、取れなくてもさ。なんでそんな無茶する？誰だセンターあれ。
んで送りバントはアウト成功だね。どっちにしろセンター長野だよな、使えないわあいつ。さすがに論外。スプリットはボール、カウント2ボール2ストライクです。イエーイ、ちょっと待ってよ。9目投げた、うーん外れました、フォアボールです。ダメだこれ、盗塁来い盗塁来い、牽制で刺してやる。もう一回一塁へ牽制球で投げたら来るんだろ。あら来なかった。まずは外角低め一塁牽制。あまりしつこくやるとね、送球がそれるケースもあるからね、あまりやらない方が。第3球を投げた、結局来ないか、いやわからん、いや来ないね。もうここは陽大館と勝負だと思った。ここで来るんかい、阿部の肩だとさせないからね。だからあんなにしつこく牽制したのに。ただ要は三振、ツーアウト。どうだ、鳥谷それも取れんのか、守備壊滅すぎるだろう。ほんで今ベースカバー行ってないからどっちしろ悩んだらね、取ったとしても。なんでファーストが追いかけるんだよ、いろよファーストベース上に誰がいるんだ。あっさり同点だ、2アウトから。また左中間3失点逆転。なんでこんな高橋に左中間連発されんの、意味不明なくらいにね。ツーアウトランナー二塁三塁となりました。勝田最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第3球を投げました、外角低め。当然だよ、0割台のバッターとか余裕で抑えれるわ。ただただただくれた援護を全部吐き出した。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは山野、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。もうやらんわ。2球目ストライク、これで追い込みました、投げました、膝元イエス。山と全くタイミングが合いません。投げた、初球決まってストライク、まずは決めてきました。投げた、インロー外れてボール、カウント1ボール1ストライク、打ちました、センター前に取れるぞ。後ろに反らすわ、それも取れねえわ。どうしたらいいんだお前、どこで使うんじゃポケ、教えろ。守備能力はクソすぎるだろ、何なら取れてくれるんだお前は。これもバットの先、ロマックの前に落ちる、外野前に連発。これで追い込みました、投げました、打った、ショートバウンド、村田軽快な守備を。うわー、ゲッツー取れない。プレーなりません。正直大島と戦う前に決めたかったんだが、アイアウト、ナイス。4回もピンチは招いたが、なんとかゼロで切り抜けた。5回のマウンドだね。これからドラゴンズの攻撃に入ります。今日陽大館を完璧に抑えてんだよな、だからこそこの3失点がもったいないよな。陽大館に打たれての3失点ならわからんこともないが、陽を抑えての3失点だからね、防げる失点だよね。どれも投げました、打ちました、センター前進、取りました。ここも抑えたし、ランナーはありません。バッターは5番カマル、投げました、打ちました、初球打ち、外野前に落ちる。ロマック取れない、ナイスバッティングです。外野がボロボロすぎる。第9投げました、もうあの手の打球は全部ヒットになるもんだと思わないとね。見送ってストライク、追い込んでから投げた、一つ外した、ボールわずかに外れました。三振、空振り三振。右バッターボックスは7番勝が、今日はセカンドゴロと三振。投げた、ボールカウント1ボール1ストライク、まっすぐ見送ってストライク、追い込んでいます。ボールカウントは2ボール2ストライク、打った、次が6球目、投げた、ボール内角、なんで振らないの。3ボール2ストライク、よし、これは引っ掛けた、レフト方向へ持っていきましたが取ってアウト。5回投げて3失点、もちろん涌井さんまだまだ降りる気配はないですよ。これスタミナもありますしね、7回8回までは生かされるんじゃないですかな。先頭バッターは山本、起用法何にしてたっけ、スタミナの限界までにしてたんで、確かスタミナ、あ調子次第かな。打ちました、
なので結構活かされると思うわ。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー、やばい。低め見送ってストライク。まずは入れてきました。2球目空振り。第3球は決まった。最高のカーブボール、三振でビシエド。なんだかんだ言いつつ、このビシエドのリードオフマン結構ね、なんていうの、いい起用法っていうね、事実2安打打たれてるし、得点にも絡まれてるよね。あまり批判できないっていう。あ、逆転してくれた。ナイス。7回のマウンド、当然これはもう涌井さん抑えていきますよ。あいあいあい、いきなり打たれました。何が当然抑えていきますよな。嘘ついたね。すぐ嘘つくな、バレる嘘だ。1球で抑えた。ロマック取れるぞ。ロマックいけ。ロマック一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。バスターが、これはアウトだね。イエース。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。で、ここで陽大館に打たれるなよ。何もかもがパーだぞ。ここまで抑えてきたんだ。ここもこれからも抑えていこう。うわー、打たれてない。坂本の好守備、それとんのか、この化け物は。本当ありがとう。打つ方でも3割4分近くの打率があって、守備でもこれか。ミスターパーフェクト、パーフェクトヒューマンだね、あの男こそ。バットの先はロマックの前、鳥谷取れないのかい。そこまで追いかけたら取れよ。なんだその守備範囲は。ほんで変えられたし、まあ抑えてくれたけどね、後続が。久々の勝利ですね。はい、6対3。なんとか勝てました。援護あったからね、最後抑えたかった、あの一人。8勝目。ほんでクルーズン13号、阿部に今季7号で、長野今季4号ですね。打つ方ではこんな感じ今日は。うん、みんな打ってる。申し訳ない、スタメン全員安打ではないのか。あー、助っ人外国人コンビが打ってない。ロマックとアンダーソンだね。それ以外みんな打ってるわ。で、涌井さんは6回3分の2。できればあと1人行かしてもらいたかったけどね。投げて、3失点。で、後続のクモンがね、抑えてくれました。おそらくあれ、その後左バッターでしたよね。なので、それもあって、あそこで変えたというわけだね。まあでもいや、久々の勝利。連敗がストップですね。5連敗ストップ。6連敗とはなりませんでした。行きましょう。ここからもう俺たちは勝ち続けるぞ。次の試合は出番設定で、チームがピンチになったら投手の方でやっていきますのでね。今日の先発は誰になる？田口かな？近田か？どっちだ？近田か。よし、このベストオーダーで行きましょう。ただこれ実際にやると、ほんと鳥谷の守備範囲の狭さ、大問題だね。鳥谷がセカンドをいることで余計な点を与えてるような気がするわ。その分打ってくれたらいいんだけど、その分打つわけでもないからね。2点取ったが1点早くも取られ、ただピンチはまだ招いてないって言ってたら招きましたね。ノーアウトランナー1塁2塁。楽に行こうぜ力。味方がくれた援護は絶対に守れ。ど真ん中失投、長野は取れない。嘘だろ、今一瞬止まったじゃん。なんで走り出したんだよ。一瞬止まったんだけどね、相手のランナー。あ、来ないのかなと思った。結局行くんかい。わけわかめ。早くも同点っていうね。はい、三振。もうやらんぞ。もう一球。次は外に逃げていくやつ。ほらね、絶対振ると思ったわ。素晴らしいカーブ。低めの特殊能力持ってるんで、低めにポンポン決まるんだよな、球が。これが近田の一つの武器。イエース。あー、ただこの回を1点は無駄だったね。与えなくていい1点だったよ。まあ味方の援護を信じました。ほら1点取ってくれたね。ただすぐ1点取られたね、近田くん。あ、そう、すぐ同点に追いつかれるんだね君は。そうやってチームを負けさそうとするのか。中日のスパイか、お前は。よーし、しつこいカーブボール、絶対振るね。よっしゃ、
おーで取り返してくれたよ。守れよ守れよ。また捕まるが、もうピッチャー変わってる。勝つ気か、また勝つ気なのか。いつも打たれてない君。防御率 2.20 がもうなんか嘘の数字に見えるわ。カウントはワンボールツーストライクです。投げました。決まらねえぞ。ああフォアボール。満塁でようか。死んだな。死人が出るね東京ドームで。第2球内角際どい球ボール、わずかに内側。カウントワンボールワンストライク。投げた打った。よしよし、ゲッツ。ああ今迷わなかったらサード踏んでおけばよかった。うわもうこういうとこで野球 IQ が低いプレーが出るね。今サード踏んでホーム投げときアウトだったよ。もったいね、焦った。ただ三振で切り抜けました。ただ一つ言わして、もったいないということを。簡単に終わってたよあれ。あ追加点入ったね。ただまた打たれた藤川。おいてめえこの野郎、2軍から1軍に上げて全く何もしてない。ただただ打たれてるだけじゃねえか。この点差だからおそらく起用したと思うんだけどね。これではダメだね。いはいストレート取れ。ノースプリット ゲッツイエース、ナイス。最後しっかり抑えました。危ねえ。7対3で逃げ切り成功。長野が本日3安打の大活躍だね。守備はクソだが打つ方では調子がいいのか。なおさら使っていかないとダメになったな。できればあんまり使いたくないんだけど。うん、阿部にまたこれホームラン生まれましたね。近田はこれで4勝目。打つ方では今日はこんな感じだね。うん、スタメン全員安打ではない。鳥谷が打ててないね。で、ロマックはまた4の0かい。さすがに、こうやって連発で続くようなら使えないなぁ、凡退がね。で、今日はもう見て、こんな出す必要あるか？みんな球数20球以上ってどういうことだよ。最後の3人どうなってんのあれ。1回しか投げてないのね。バカ、そら先発できんわ。中継ぎになるわな。先発でこんな球投げたらもう間違いなく、5回行くまでにバテてらね。よっしゃ、じゃあ最後の試合行きましょう。最後なりきりプレイでね、田口。ああ、調子悪いのかい。まあでも行ってもらわないとしゃあないね。前回俺が田口を操作した時にボコボコにやられたんだよ。それもありますからね。ほんで今日はちょっと鳥谷外しましょう。うん。鳥谷を外してセカンドクルーズ、サードに村田。で、ファーストにアンダーソン入れようかな。アンダーソンで。で、レフトに、どうしようか、太田。でいいかな。あ、センター太田ね。で、レフト長野。いや。レフトロマック、ライト長野だ。よし。このベストオーダーで OK でしょ。鳥谷さんは外します。さっきの試合も打ててなかったんでね。ほんで、田口。いや、もう調子悪いけどね。抑えるしかねえんだ、これ。頑張るよ。調子良くて前回ボコボコに打たれたので、ね、登板の時ね。調子悪くて抑えれるか。いや、こういう時に抑えるのが俺なんだよ。実際、結構ね、やれるんだよ、俺。自分で言うけどね。よし、行きましょう。中日戦。任せろ。ほんで、この試合も二度押し設定ではなくて、普通の方で、一回押してやるやつね。だから調子悪いから球止まん中集まりまくるけどね。まあ、でもそれで今回はやるよ。あ、一番バッター普通に戻ってるね。大島じゃなくなってるわ。あ、いや、じゃない。ビシエドじゃなくなってた。で、セーフティーバントあっさり決められて。アイアウト。しかしバント成功ね。で、4番ビシエドかな。どういうことだよ。なんで1番で使ったんだ。なおさら意味不明だわ。ずっと使うんだったらまだしもね。そんな短期間でなんで使ったんだ。怖いぞこの男。実際今季はこのビシエドをやられてるわけだからね。完璧に決まったインローを打たれてるから。外だな。スクリュー。ああ、もういい。ここはもうしゃあないでしょ。無理しないこと。はい、クルーズの頭越えて先制タイムリー。ビシエドから逃げて打たれる。こんでほどまでに情けないブーイングものはないよ。世界各国がブーイングされてると思う。勝負から逃げたくせに負けるっていうね。スクリュー外れてボール。カウントワンボールツーストライク。第5球。投げた。ここも打たれ、レフト前。ロマック、お前の肩はどうだ。レーザービーム、
ランナー進まず。よーし、終わった。これはもう終了でしょう。なんとか1点で済んだ。もっと失点してもおかしくなかったよ、これ。もう投げれて今日5回じゃねえかな。それ以上無理だよ、これ。調子悪かったら、スタミナの消費量も結構増えるんだね。結構減ってるわ、もう1回の時点で。もちろん球数多かったっていうのもあるけどね。取れるぞ、愛鳥の。これでワンアウト、ランナーはありません。外野にポンポン球が飛んでいく。投げました。ボール。まずは内角低め。投げました。ストレートはボール。カウントはツーボールノーストライク。3球目空振り。投げました。打ちました。ショートバウンドボールを掴んだ。うん。坂本軽快な守備を見せました。これでツーアウト、ランナーありません。投げました。打ちました。初球打ち。ファール。投球これから2球目。打った。セカンド左。アウト。わあ、クルーズの守備、鳥谷にはできないね。クルーズならではの守備だわ今のは。よし、助かった。やっぱ今日スタメンから外して正解だったね。調子悪かったからスタメンで外したんだよ。またこれ調子が戻ったらスタメンで使いますからね。そのおかげかもあって今のは終わってなかったね。あそこ大島ヒットで次のバッターってなってたわ。まだ2回投げてたかもしれない。投げた。インコース低め空振り。投球は3球目。投げた。ストライク。追い込んでから投げた。もうカウント2ボール2ストライクです。投げました。ストレート。よーし、絶不調ながらも容体感を抑えた。投げました。初球はストライク。まずは決めてきました。投げました。ど真ん中打ちました。これはいい当たり。死人が出るわな、そら当たり前でしょう。飛距離149m の化け物ホームランだ。そらね、そらあんちゃん、そらね、バッティングセンターで投げる球だもん。右のバッターボックスは打たれるね。投げました。初球決まってストライク。まあどこかで1本は打たれると思ってたんで、早い段階で出てくれたんでね、もうあと出ないことを祈りましょう。ボール1ストライク。投げた。外れた。ボール。完全なボール球。カウントは2ボール1ストライク。打った。これはいい当たり。うわー、さすがに打球強すぎたか。クルーズも取れん。鎌田ナイスバッティングです。バッター関東スラッガー。ツーアウトからグダグダする必要は全くないんだぞ。よし、サード真正面ゲットだぜ。坂本どっち向きながら球取ってんだ。ボール全く見てないっていうね。これが坂本か。ボール見なくても球取れるんだね。覚醒してないよ全然。2割5分で覚醒されたって言っても困惑だわ。守備面が覚醒したのかな。投げた。ストライク。第4球を投げた。よし、セカンド右横のフライになりました。取りました。これでこのイニングもう楽に行こう。簡単に3人で抑える。どっちにしろ今日多分5回で降りるんだよね。この調子だと降ろされると思う。2球目ストライク。第3球を投げました。ボール。カウント1ボール2ストライク。投げました。変化球。ほう、三振。バッターはピッチャー小熊。第1球低め決まってストライク。まずは決めてきました。見送ってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。投げました。3人で行きたいところ、なんでピッチャーに最後ヒット打たれてんの。バカじゃないあなた。あなたなかなかのバカだよ。一番楽に抑えられるものを2アウトから打たれんな。こんなに情けないこともなかなかないぞ。打ちました。モテモテのファーストゴロ。はい、なんとか行きました。で5回、おお、チューム同点の点を取ってくれた。ナイス。2点2点2点大事だぞ。ここ1球目ストライクから第2球。投げた。危ない球。投球はこれから3球目。決まった。ストライク。少し迷ったか。投げた。打った。シューチーダーファル。助かった。センキュー。これから5球目。クリューはボール。これはわずかに外れています。カウントは2ボール2ストライク。よし、よしじゃない、よしじゃなかった。あ、そう、全然よしじゃない。第9投げた。一番イージーなヤマトに打たれるか。ピッチャーよりもイージーなヤマトかもしれない。そんなやつに打たれたよ。第4球を投げました。絶対痛烈。
はぁ、抑えれません。援護くれた後にこれです。でここでビシエドです。抑えれるかな。投球はこれから3球目。アウトローへ。カウントは3ボールノーストライク。ビビって球も入りゃしねえよ、ストライクゾーン。投げました。抑える、抑えない以前の話だね。入らない。投げました。結局外れて満塁。これで塁が埋まりました。投げた。内角低め見送ってストライク。投げた。インロー見送ってストライク。これで追い込みました。打たれた。あい、逆転。センターからセカンドへ。勝ち越しタイムリー。やられました。終わりでしょうね、多分。はい、終わりですね。1点でよくすんだな。あとはチームの勝利、死に場所。同点追いついてくれたね。どうだ、頼む。抑え。9回のあの失点は何なんだ。いや、もちろん今日はもう田口の投球内容を考えたら勝てる試合ではなかった。しかし、あそこまで追い詰めて、なんであの9回3失点。クモンだね。クモンが打たれたんだね。あ、そう。やられちゃったね。ロマックまた3の0。あ、でも今日は2個のフォアボール選んでくれてるね。あ、それは素晴らしいよ。坂本も3個。2打数の2安打、全打席出塁かい。で、クモンくんが3失点、1人で何やってんの？何1人でテンテコマンになってんの？これじゃ無理だな。打者7人に対して被安打3本、フォアボール2つだからね。もう喧嘩売ってんのか。こいつのせいで負けましたね。はい、また負け越しですか？ですよね。1戦目、あー、負け越しじゃないのか。いや、どうだ？ 2 戦目勝ったっけ？記憶ない。2戦目勝った？日程表見ていこう。あ、負け越しじゃないですね。勝ち越しだ。はい、久々のカード勝ち越しでございますが、最後にね、1点差で負けたあの3点は完全に余計な3点だったね。あれがなければ勝てたんだが、まあでもね、阪神とのゲーム差は 2.5 ゲーム差、さらに広がった、1ゲーム広がりましたので、まあとりあえずこのカードでその負け越しのカードを止めれたというのは非常に大きなものですね、僕にとって。勝ててよかったと、心底思います。勝てるような試合じゃなかったけどね、チームの援護のおかげで勝てたんだ。ほんと今日は野手陣に感謝、そんな一日ね。よし、じゃあこの実況はこれにて終わり。次回ヤクルト戦をプレイしていきます。これ3連戦ですかね。そしてこの3戦で7月突入となるので6月終わりになりますね。最後までいい戦いをしていこう。ジメジメした戦いは必要ない、この6月にね。グバイ、また会おう。